東京ゲームショー2017スチューバースペシャルパート1、お届けしてまいります。MC を務めます椿ベロニカかなこと椿アナです。はや、よろしくお願いします。すごい、今日はなんか後ろ調子良さそうだね。そうですね、早いね、なんかレスポンスが早いみたいな感じですけどね。さあ、ということで早速このステージは一緒に盛り上げてくださるゲストの皆さんご紹介してまいりましょう。この前のステージでもどうやらイタスト大好きおじさんとして登場されている謎な方でございます。ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤陽介さんです。はい、ドラゴンクエスト10第6期初心者大使斉藤陽介です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんてプーケットマーケットっていうポリオで、いやいやいや、それ初心者大使の人いるし、しかもなんならそこにいるし今日来てるっていうね感じでございます。実はね、ねえ、ロッキー初心者大使決まりまして本部さん来てるっていうね。でもね、何してるそこで、何して一般で来てるのかな、なんかはしゃぎすぎじゃないそれ、ね、しかもあの他社さんのゲームのあの仮面かぶってるけど大丈夫かなっていう、すいません、あの例年通りの楽しみ方してますすいませんいつもの日高です。はい、お邪魔してますということでね、ま顔がお前なんで龍が如くのカバン持ってんの、真っ先に行っちゃった、すいません、顔がうるさいよ本当に。はい、ということで皆さん第6期初心者大使の皆さんも応援してあげてください、はい。さあ、続いてのゲスト紹介しましょう。ドラゴンクエスト10ディレクターの斉藤力さんです。はい、ディレクターのリキです。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうあの最前列にうちわを持って来ていただいてるから、いいうちわ安西さんと並んで、すごい、なんで俺のないんだよいや、でも出たがり T シャツはあるからさ、大丈夫だよ、そこに嫉妬しないで。はい、さあ、そして、ドラゴンクエスト10ディレクターの安西隆さん。はい、皆さんこんにちは、安西です。はい、いつもうちわの方ありがとうございます、はい。今日はですね、リッキーと2人で、新バージョンの新情報を、2回に分けてお話しするので皆さんお楽しみによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。安西先生はあのホテルにね、何日かこの滞在するのに下着を忘れてきてしまったんですね大丈夫、履いてます。履いてますか？履いてます、大丈夫です。来年はパンツ忘れましたっていう T シャツになりますけどそれいいから、いやですよ、 DK10TV で履いてないで実は出てたとかね、言ってくださいよはい、さあ、そして今日は初心者大使の方、ジョバンスペシャルの先生応援来てくれてます。6期ではありません、第5期初心者大使の上原龍希ちゃん。はい、最近はもっぱらロトジカシアとアストルティアを行ったり来たり、上原龍希です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、優勝いやいやいやちょっとこの差よ、この差。いやでも龍希ちゃんはもう元々だってドラクエ大好きで初心者大使に ね、 そうね、なったから、イレブンもでも行ったり来たり、はい、またまたどう10も11も、はい、いやもうどっちもすごく楽しくて、もしもどっちかやってない人がいたらすぐ始めた方がいいです、はい、もうじゃあ今日はドラゴンクエスト10とドラゴンクエスト11の話を3時間ぐらいするステージにしますから、ダメダメ、いいですね、後ろステージありますからね。はい、ということでこんな感じのメンバーでお届けしてまいります、はい、あ、音ちっちゃいかな、大丈夫かな。さあ、ということで DQ10TV ご説明させていただきます、ニコニコ生放送で、毎月配信中の公式番組でございます。最新情報やバトルチャレンジなど、公式番組でですね、ボスと戦ったりドラゴンクエストの魅力をお伝えしていく番組となっております。まあほぼ毎月、ほぼほぼね、ほぼ毎月2回3回の時もある、あるある、まあ、ない月もある、そう、ない月もある、大体帳尻合わせると年に12回ぐらいやってるじゃねみたいな大体ね、はい、はい、となっております。さあ、そして、リュウキちゃんのようにですね、ドラゴンクエスト10を1から始めて DQ10TV やユーザー生放送を通じて、楽しさを伝えてくださる方が、ドラゴンクエスト10初心者大使となっております。もう初期からあっという間にロッキーとなっておりまして、20名を超える大使の皆さんいますが、ぜひ皆さんあの配信の方で応援してあげればと思います。最近はね、スイッチとか PS4 で新しく始めた方もね、はい、いらっしゃるということで、まあ、本当にあの新米冒険者の方々がいっぱい来ていただいているので、うん、あと復帰を本当に久しぶりにあの11終わって、あのドラゴンクエストの世界いいなって言って戻ってきてくれる方も結構いらっしゃるので、うん、本当にありがたいなと思ってます、ね、会場に来てる方、復帰した始めたばかりって人います？どうなんだ、あちらほら見てる方も、ありがとうございます、ね、
あ、11来てからとかね、ありがとうございます。ではりゆきちゃんは先輩になったということでね、6期が来て、そうだ、そうですね、初めて後輩ができて、なんかいろいろ教えてあげたいんですけど、自分で一からこう学んでいくっていうところの大切さも尊重して、どうしようかなっていうところですね、はい、もうあいつビシビシやってやっていいからね、もうねえ、なんかまあ教えすぎてもいけないし、いや顔がうるさいねえ、昆布さんもね、応援してあげてください。さあ、ということでこちらのステージ進めてまいりましょう、はい、まずはこちらのコーナーです。ドラゴンクイズ10最新情報コーナー。さあ、ということで、では新情報よろしくお願いします。はい、あ、もう始めちゃっていいですか、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。ですね、この度新バージョンから、リッキーからディレクターを引き継ぐことになりました。で、私がですね、ディレクターとして新バージョンでどういうことをやりたいかですとか、長期的にどういうふうなコンテンツを考えているかみたいなお話に関しては、来月放送予定の、ドラゴンクエスト10大文化祭で、時間を取って、ちゃんとお話をしたいと思います。今日はTGS の方に来ていただいた方に新バージョンの新しい情報をおさらいと、ちょっと新コンテンツのお話もしたいかなと思います、はい、それでは、はい、お願いします。はい、では11月16日木曜日発売予定の新パッケージドラゴンクエスト10 5000年の旅路遥かなる故郷への話を始めます。先生緊張してますか？してます、超してます。マジでなんでよ。散々やってきたよ。毎回やってきたけど、今日すごい緊張してる。めちゃくちゃ緊張してる。じゃあ人狼ゲームでも始めますか？いやいや、ダメダメダメ。違う、そういうステージじゃないよ。まあ、安西先生らしく。はい。はい、お願いします。まあ、いつも緊張気味なんですけどね。はい。はい、それでは始めに。まずはですね、週刊少年ジャンプなどで公開された情報をおさらいします。まず、新たな世界の冒険の舞台と人々についてお話しします、はい。こちらがですね、新しい冒険の世界ですね。空にお城が浮いているのがお分かりいただけるかと思うんですけれど、非常に、まあ5000年の旅路というサブタイトルから、察しのいい方はお分かりいただけ、もう察しされていると思うんですけれど、今回の新バージョンは時間を旅する冒険が舞台となります。で、まあ、とある理由で今回冒険者プレイヤーがですね、時間を飛び越えてきたのがこの新しい世界ですね。まあ、お城が浮いてるから、浮いてることからお分かりの通り非常に高い文明レベルだということが伝わるんじゃないかなと思います。おー、浮いてるお城かっこいいですね、うん。でこちらが、新しい街ですね。まあ、このように本当に、アストルティアとは違った雰囲気なんですけれど、高い文明の街というのが伝わるんじゃないかなと思います。いや、なんかこの文化いいですね、綺麗、ね、なんか独特な、はい、ちょっとガタラに似てるんじゃないか。似てない似てない。私もドワーフだけれどガタラには似てない。なんだろう、魔法文化っぽいっていうか。あ、いいですね、はい。これあれですよ、預かり所は5000年前からこの看板だったんです。いい質問ありがとうございます。看板が出ています通り、預かり所ですとかバザーですとか酒場、こちらに関してはアストレティアと共通で使うことができます。ですので、サポート仲間をわざわざ新しい時代で雇い直したりとか、そういう手間はありませんので、今まで通り普通に遊ぶことができます。すごい、5000年間ロゴは変わらずにみんな営業してるんですね。伝統です、はい、伝統。はいはい、次行きます。まあ、こちらが今のね、街の広場の中心にあるとある施設になります。まあ、こちらの方から、王都キンベルって書いてあるんですけれど、キンベルのシンボルとなっているタワーみたいな感じですね。砂時計みたいなね。そうですね、こちら、じゃあ次行きます。はい、はい、こちらにいるのが、王都キンベルにいる錬金術師ですね。このキンベルはですね、錬金術が非常に発達していて、こちらゼフという名前の錬金術師なんですけれど、彼のような錬金術師が、街中にたくさんいます。なるほど、はい。右の人がチュラリスじゃないってことだけは分かりますこちらの左の、ピンクの、モンスターみたいのが魔法生物といいまして、こちらのチュラリスはこの錬金術師が生成した、魔法生物になります。で非常に知能が高くて、人間のようにこのように話すことができます。すごい、しまっちゃうネタがちょっとギリギリですね、なんかそこ突っ込まない。ごめんなさい、ごめんなさい、はい、
はい、続きまして、こちらが同じ魔法生物のジョニールといいます。こちらの、錬金術師の羊ですね。有能な羊ですから。ジョニール、はい、まあ、魔法生物はですね、それぞれ個別にあの人格も持っていまして、本当にあの普通のキャラクターとしてプレイヤーとお話に関わってきます。かわいい。はい、こちらがですね、ちょっとあの黒くて怖い感じなんですけれど、非常にあの文明が進んでいて明るい街なんですが、まあ、その一方でですね、このようなちょっとまあ秘密警察みたいな感じの、取り締まりをしている人たちがいてですね、こちらベルマと言いまして、虫けらどもがとちょっと怖いセリフを言ってるんですけれど、まあ、彼女たちが、プレイヤーとどのように関わっていくかはぜひ遊んでみて、確かめてください。すごい、一部の人には大受けしそうな、ね、そうですね、コメントではありがとうございますとかあの踏んでほしいですっていう、みんなの趣味聞いてませんよ、ちょっとね、かっこいい。でもちょっとリユキにもちょっと似てない？似てますね。あ、ありがとうございます。かわいい。はい、では続きまして、新しく登場するメインキャラクターについてお話します。まずこちらがキュルルですね。オープニングでも非常に活躍していましたけれど、あ、かわいい。はい、こちら、時の精霊といいまして、その一人がこちらのキュルルになります。はい、まあ、インコさんじゃないことだけは分かるんです。第2期初心者大使のインコさんのキャラに似てるような似てないような。これでも鳥山先生がそうです、イメージ伝えてあげてくれたキャラです。へえ、はい、時の精霊というキーワードで鳥山先生がデザインしていただいたキャラクターです ね。でもあの下のキューブもね、ちょっとこう、はい、意味深な、意味深ですね。だってこれはあれだよね、多分あれですね、ちょっと気になる。あの背景もね、なんか何やら非常に不穏な感じなんですけれども、そちらの方も楽しみにしていただけたらいいなというふうに思います。はい、まあ、こちらのキュルルがですね、時の冒険をナビゲートする案内役でして、まあ、新シリーズの新しいマスコットになってくれたらいいなというふうに思います。うん、続きまして、メレアーデ、新シリーズの新しいヒロインですね。かわいい。まあ、彼女とどのような出会いをするのかっていうのが、彼女との出会いが、新シリーズの冒険の始まりになります。まあ、ちょっとあのどういう性格の子なのかっていうのは、今、まあ、実際遊んでみて、はい、ください。大きいですね、安西先生。いや、目ですよ、目。安西先生、目が大きいです。目が大きい。目が大きい。なるほど。いやいや、まだお昼ですからね。ちょっと、はい、びっくりですよ、ちょっと。はい、目ですね。目ね、はい。目以外どこなんでしょうかね。はい。はい。はい、はい、続いてクオード。かっこいい。はい。こちらのジャンプの方に紹介されていたんですけれど、あの先ほどの、メレアーデと兄弟になります。弟です。あ、弟なんだ。はい、ちょっとリソル君っぽい、かっこいい。リソルじゃない、リソルではないです。かっこいい、はい、このキリッとした横顔からも分かる通り、非常に意志が強くてですね、思ったことはやり通す、しっかりした青年というか、青年と少年の間ですかね、まあ、物語を引っ張っていく存在になると思いますので、彼との出会いも楽しみにしてください。はい、リュウキどう、この弟くんは。いや、めちゃくちゃかっこいい、羨ましい、ね、リュウキちゃんもこういうキャラ好きじゃん。すごいかっこいいです ね。なんか最初に夏祭りの時にあのこのキャラが出た瞬間、私と同じ初心者大使の、ベッティさんとメアリさん3人でやばい、あの子がいいって話をしました。本当よ、そうなるよね。はいはい、続きまして、チャコル、こちらメレアーデが飼ってる猫ですね。かわいい、かわいい。あのドラクエ8の時にトーポっていうネズミのね、ネズミのキャラクターがいましたけど、はいはいはい、まあ、それ以来のマスコットみたいなキャラクターになります。なるほど、はい、猫か、猫ね、うん、はい、ドラゴンクエスト2とかであったね。カットシーンとかであの端っこの方にこのチャコルが映っていることが多いんですけれど、非常に可愛い動きをしていますので、そちらの方もぜひご覧になっていただきたいかなというふうに思います。いや、どう活躍、どう関わってくるのか、ね、まあね、どうなるか分からないですよね。みんなコメントでも人間になりそうとかみんな予想してますけどね。そんな簡単じゃないよね。そんな簡単じゃないです、はい、なんだろう、はいはい、続きましてシャンテ、
こちらもね、オープニング映像の時から非常に話題を呼んでいました。こちらご覧の通り歌姫、ウテーヌの歌姫と呼ばれる非常に綺麗な歌声の歌姫になります。コメントがなんかワンワードで占有されてるんだけど大丈夫ですか？目だよね、目だよね、目大きいよね、はい、目大きいですね。こちらの子も、4.0 で登場しますので、この子との出会いの方も楽しみにしていただけるといいかなと思います。はい、続きましてリンカ。かわいい、 かわいい、かっこいい。あ、かっこいいですね、うん。はい、先ほどのシャンテの歌を、酒場で見ています。彼女も確か公開されていると思いますが、これもでかいです。もうなんかコメントがすごいですよ。ねえ、ほんとさ、ねえ、やっぱりでかいキャラ多すぎない？ちょっとこんなにみんなでかくないんですよ。あ、ごめんなさい、ちょっと脱線しました。はい、シャンテと姉妹になります。見た目の通り非常にキリッとした性格の子でして、はっきりとものを言う人ですので、うん、プレイヤーと関わってくるようになります。ちょっとルシェンダっぽいコメントで、髪上げてますからね、うん、キリッとしてて頭良さそうですよね。はい、うんうん、はい、はい、続きましてこちらが、非常に出た話題を呼んでいましたが、黒衣の剣士、謎の存在ですね。かっこいい。いやー、これね、結構もうみんなファンの間ではなんかイレブン君が闇落ちしたんじゃないかっていう。イレブン君の闇落ち後。そう、闇落ち後。髪の毛サラサラですけれど、イレブン君ではありません。念のため言っておきますよ。予想されてたけど違うね。はい。はい、でも非常に何ていうのかな、こういうかっこいい男性キャラクターと、一緒に冒険したいなということがありまして、鳥山先生の方にデザインしていただきました。はい。はい。まあ、こちらのキャラクターがどういう人物なのかっていうのは、新シーズンのお話に深く関わってきますので、まあ、彼の動向、まあ、どういう名前なのか、どういう人なのかっていうのを、注目してみてください。はい。それからですね、新しい職業ですとか、新しいコンテンツに関しては明日、こちら TGS の場でお話ししようと思います。じゃあ続きは安西さん、続きは明日。はい、はい、今日は、この後リッキーの方から、4.0 で公開される新しいコンテンツについてお話を続けてもらいたいと思います。はい、お願いいたします。これさ、まだあるけど、ごめんなさい、だよね、フライングしました。まだまだありました。まだあるのちょっと安西先生、ちょっとあモンスターいるじゃん、ま、モンスターいるじゃんよ、まだ何してんの。安西先生、落ち着いて、落ち着きましょう、はい、人狼でもやる。いや、やるか、ダメだって、ダメだって。水飲みます。はいはい、はい、じゃあ最後にですね、新しいモンスターについてお話をします。はい、じゃん、モモンジャ、ついに登場しました。私もね、モモンジャ大好きで、もっと早く出したかったんですけど、なかなか出番がなくて、新シリーズでモンスター、新しいモンスター何出したいですかって言われて、モモンジャ最初に選んだのが彼女たちです。彼かな、好きな方多いですからね、うん、はい、それから次にこちらになります。ミジクジャック、ミジクジャックですね。ドラゴンクエスト9遊んでいただいた方にはおなじみかと思うんですけれど、うんうん、最終ダンジョン近くに出てきた非常に強力なモンスターになります。はい、モンスターズとかでも大人気の、ね、キャラですよ ね、 すね。はい、じゃあちょっと巻いていきますね。続いてシャイニングドラクエ8で登場した新しいモンスターになります。リアルすぎて気持ちいい。顔の動きを見てもらいたいね。これもいい動きするんですよ。うん、で、こちらに今ご紹介したモンスターは、フォースシリーズ中に登場するモンスターですので、 4.0 に出るやつもいますし、出ないやつもいますので、そちらの方はご了承お願いします。はい、そして最後にこちら、9で出たガドンゴ系のモンスターで、ーアンシュの破砕症ボーガという名前になります。はい、まあ、これはじゃあ特別な名前がついてるから特別な出方をするのかな。特別な出方になります。なるほど。え、特別な出方、だってこの場所を見たことあるもん俺。そうだよね、グレンっぽい感じ、ね、グレンっぽい感じですね。リッキーどこだか分かる、うん、ランガオ。あ、俺ね、ようやく分かったわそういうことか。そういうことです。なるほど、分かったわ、はい、なるほどこのボスに関しては新しいコンテンツに深く関わっておりますので、このボスがどういうところで登場して、どういうコンテンツなのかというのは明日日曜日にお話したいと思います。はい、はい、
楽しみにしてます。はい、じゃあここまでお話しして、リッキーの方にバトンタッチしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。もう忘れてないですよね。忘れてない。もう大丈夫、よかった、よかった。はい、じゃあリッキーお願いします。はい、ですね、まあちょっとちゃんとご説明をしようとは思うんですけども、僕からですね、皆様に、ちょっと一つだけお知らせがございまして、それがですね、何かと申しますと、実はですね、バージョン3期間内にこの遊びをアストリティアに入れてえなって思ってた企画があったんですよ。で、そのコンテンツがあったんですけど、どうしても、開発スケジュール的にですね、ちょっとリリースが難しいですという判断が、されてしまってですね、なのでその結果としてそのコンテンツの開発は、諦めることにしました。で、バージョン4以降に、安西さんにですね、託すという道も考えたんですけども、僕の結構強い思い入れで始めた企画だったりしたので、まあ、まだほぼ形になってないものをその途中からその他の方に託すと、そのコンテンツにとって最終的にいいもんに仕上がらないなって思ったので、もうここはもうきっぱり完全に開発を止めますという決断をしました。はい、うん、で、仕方ないねという流れで終わればよかったんですけど、そうしましたらですね、後日現場のスタッフから会議室に僕と安西が呼び出されまして、どうしてもそのコンテンツを形にしたいと、冒険者の皆さんにお届けしたいと、これリアルに会議室で涙を流しながら懇願されたんですよ。で、もう僕はどうしようかなってすげえ悩んだんですけど、まあ、その場にいるですね、安西さんにも相談させていただいて、本当に夏祭りまで花束までいただいてて大変恐縮ではあるんですけども、バージョン 4.0 において僕の責任のもとにですね、一つだけコンテンツをリリースさせていただければと思います。はい、すいません、なんか拍手いただくと。いやでも、まあ、恐縮なんですけど、皆さんの本当に熱いスタッフ、ドラクエ10のね、ドラクエチーム多くて、いやちょっとそうですね、うん。はい、でじゃあこれがですね、まあ、どんなコンテンツなのか、まあ、ここから楽しい話なんで楽しんでいただければと思うんですけど、簡単に説明させていただきます。はい、お願いします。それはですね、アストロティアにアイテムが登場しますというものです。お、でそれが何が出るかといいますと、こちらです。じゃん、あ、やーったあれ、リッキー、ウォータースライダーじゃなかったんですね。ウォータースライダーは、それじゃない。ウォータースライダーはね、託します。それはね、バトンが終わった後、リッキー、ウォータースライダー泣きながらウォータースライダー続けますっていう、あ、そう、あれだけはね、そう言われたら俺もやるしかない。いやいやいいんじゃないかな、それは。じゃあ説明の方お願いします、バトン。はい、はいはい、で知らない方はですね、何やこれって思うんですけど、これ、ドラゴンクエストのバトル鉛筆という鉛筆でございます。で、はい、こちら何かというと、約今から25年ぐらい前ですかね。はい、そうですね、そんな前か。はい、日本の小学生を中心にですね、大ブームが起こりまして、その結果このバト編というものがですね、日本で一番売れた鉛筆になったんですよ。ねえ、みんな持ってたもんな。俺バト編は前の部署で俺作ってたからね。印刷見てたからね、こうやってやってた、やってた。はい、というわけでございまして、次のバージョンアップでアストルティアでバト編が遊べるようになります。はい、やったー。はい、ありがとう。で、まあ、せっかく作るからにはですね、できるだけたくさんの方に遊んでいただきたいので、遊べる条件は次のようにいたしました。はい、バトンが遊べる方はこんな方です。キーエンブレムを1つ手に入れている方、あとは港町連打に到着できる方。はい、で、まあ、これちょっとね、もう直前の話なんですけど、安西がですね、すごく優しいことを言ってくれまして、バトエンで遊びたい人はバージョン4のディスク入れてなくても遊べるようにしてあげようよと言ってくれたので、なので遊びたいなと思う方がいたら、もうそのままですね、連ドアに行ってください。そんな優しい
はい、コンテンツある新バージョンのディスクなくても遊べます。ね、皆さん引き続き遊んでください。はい、で遊びたい方はですね、港町連ドア北の宿屋にレジェスというキャラクターがいますので、そちらに行ってください。で話しかけますとこんなおじさまが待っております。お、はい、でですね、皆さんが、バトエンファイターとしての素質があるぞと認められると、このように、バトエンランチャーというアイテムが、大事なものとしてもらうことができますので、でこちらがバトエンランチャーのアートです。でバトエン専用の筆箱になってます、はい、でこの筆箱にですね、お気に入りの3本のバトエンをセットしていただくとですね、もうそれだけでバトエンファイトの準備は完了します。バトエンファイト、はい、でもう街中だったらほぼ全ての場所で、あの空さえ見えてればいつでもバトエンファイトできますので、あのちょっとしたですね待ち時間とかでぜひ遊んでいただければなと思ってます。で次にじゃあバトエンファイトがどんな遊びかっていうのを簡単に説明しますね。はい、バトエンファイトとは、こちらがですねバトエンファイト中の画面なんですけども、ご覧のように、最大4人で一緒に遊ぶことができます。で遊び方なんですけども、基本はですね、まあ、あの世の中のバトエンと一緒ですね、あの自分の手番が来たら振るだけです。でご存知ない方などに補足しさせていただくと、バトエンって六角形の鉛筆なんですよ。で、この六角形の鉛筆をコロコロって転がすと、まあ、サイコロのように上側に出た面が攻撃が行われるっていう遊びになってまして、その六角形の6つの面をゲームで表したのが、こちらの画面になってます。で多分ですねバトエンを遊ばれたことある方は、まあ、この画面見ると大体あバトエンだわって感じで分かると思うんですけど、知らない方のために補足させていただくと、今画面にですね三角とか星とか丸っていう記号が出てたりするのお分かりですかね、はいはい、丸に50ダメージみたいに書かれてたり、はいはい、あとですねモンスターの名前の左側に、丸が表示されていたりするんですけど、でこのようにでしょ、バトエンには、3つマークがあります。でマークがあって、こちらはですね、パンドラボックスのバトエンなんですけど、パンドラボックスは、6つのうち丸に60ダメージと星に60ダメージの攻撃ができるようになったりするんですけど、逆に言うと、三角に大ダメージを与える技が持ってないんですね、うんうんうん、なので、今ですね左側の踊る宝石がこいつが三角のバトエンなんですけど、うん、まあ、そうなるとパンドラボックスは踊る宝石に対して、大ダメージを与えることができないので、比較的踊る宝石は安全ですっていう状態になってたりします。はい、はいはい、ここまでだ、まあ、ご理解いただけました。はい、大丈夫、まあ、属性とかタイプみたいな、そう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 、相性みたいな感じですよね。相性みたいなのが3種類あるよって、はい、はい、でですね、で基本はもうバトエンをみんなで順番に振っていって、もう相手の持っているバトエンを全て倒せば勝ちです。で振っていった結果で、生き残っていればその人が勝利になって、ゲーム終了になります。でここまでが基本ルール、はい、でアストルディアのバトエンファイトには、2つほど、新しい要素を追加させていただきました。でそれがですね、今あのコマンド左下のコマンドのところに戦うの下に道具とチェンジというコマンドがあるのをお分かりいただけます。で これが2つの要素なんですけど、まず道具なんですけど、バトエンランチャーにはですね3本のバトエンの他に道具消しゴムという消しゴムをですね2つまで入れることができます。でそちらを入れておくと、チャンスだとか、あ今ピンチだなっていう時にその道具消しゴムで戦局を変えることができます。例えばこちら今ラブチョコの画面なんですけど、ラブチョコはちょっと説明書いてますけど、もう登場しているバトエンのテンションを2段階上げるっていう状態効果があります。で場に出ているバトエンの状態を見て、あこれはチャンスだという時にラブチョコを使っていただくと、もう場に対して大ダメージが出る。で逆に条約層みたいな回復系の道具消しゴムはピンチの時に使っていただければヒットポイントを回復させたりすることができるので、この2つの、道具消しゴムを何を詰めていくか、いつ使うかっていうのが結構重要な、要素になってきます。なので道具消しゴムを上手に活用してみてください。で、最後に、もう一つの追加要素であるチェンジコマンドについてもお話します。で
ケンジは、その名の通りですね、1試合中に2回まで自分の手持ちのバトエンを切り替えることができるんですけど、例えば相手のバトエンが丸に大ダメージを与える技を持ってるよっていう時は、自分の場に出しているバトエンが丸だった場合ピンチなので、あのチェンジで星型のバトエンに切り替えると、あの有利に戦えるように状況を変えることができたりします。であとですね、バトエンのアクションは基本的にさっきお伝えした通り、転がしてどんな効果が出るかは出た時のお楽しみになっているので、どの特技を使うかは指定できないんですけども、この今画面の左上に、チェンジアタックってちょっとちっちゃく書いてあるの分かります？分かるかな？一番上の欄のね、左側、あ、リュウシャ分かった？はい、見えます見えます、はい、大丈夫です。はい、でこのようにチェンジした時だけは登場してきたバトエンがどんなアクションするのかをコントロールすることが可能になってます。なのでこの爆弾矢は、丸に50ダメージというチェンジアタックを持っているので、場に丸のバトエンが、場に丸のバトエンが多いときにチェンジ、爆弾岩にチェンジすると絶大な効果を得られる、はい、はい、という感じで道具消しゴムとチェンジアタックという2つの追加要素を上手に活用していただいて、あの、あなた皆さんのバトエンを勝利に導いていただければと思います。はい、はい、ということで、はい、リッキーからは以上ですかね、はい、以上で、はい、はい、でちょっとだけ物語的なものもありまして、実はですね、あのアストルティアムにもリアルの社会、リアルの現実と同じようにかつてバトエンの大ブームというのは実は起こっていたんです、うん、起こっていてですね、なんですけど残念ながら今それが失われてしまっているわけですよ。でそこで立ち上がったのが、バトエン再生組織レジェンズという組織が、はいはい、はい、でなんとですね、時を同じくしてもう一つのバトエン組織が動き始めてしまったんですね。でその名を、悪のバトエン軍団バッドエンド。なんかダサいんだかかっこいいんだかよくわかんない、はい、いや大変危険なやつだ、まあ、これ以上喋っちゃうとネタバレが出てきちゃうから、ここら辺にしときますかね。このぐらいにしときますか、はいはい、じゃあ、サクサク、サクサクいきます。じゃあ最後、はい、で、バッドエンドの構成員、あのこんなやつだったりします。はい、キレルと似てしまったのは偶然です。キレルじゃない。はい、はい、で、登場するバトエンはですね、全部で50種類なので、ぜひたくさん集めてですね、いろんな報酬手に入れてみてください。で、こちらが、報酬の家具だったり、はい、実際のバトエンのパッケージがデザインになったりするんですけど、あとですね、いわぐこれは結構あの楽しい感じの映画作れたりするので、興味ある方ゲットしてください。はい、夜はですね、光もつきます。で、最後こういうなんかヒーローっぽい見た目の装備なんかもあの星に入ってますので、興味ある方はぜひ撮ってみてください。はい、というわけでございまして、駆け足でありましたが、バージョン 4.0 リリースと同時に遊べるように なりますので、11月16日のリリースを楽しみにお待ちいただければと思います。はい、リッキーアンザイ先生、ありがとうございました。以上です。お付き合いいただきありがとうございました。はい、ということで皆さん楽しみにお待ちください。では続いてのコーナー参りましょう。バトルチャレンジ、はい、イエーイ。さあ、ということで今回はヨースピー、リユキちゃん、リッキー、そして私の4人でチャレンジしたいと思います。はい、はい、アンザイ先生解説をお願いいたします。はい、挑戦する場所はこちら、ドラゴンクエスト3にてアレフガルドを闇に閉ざした大魔王ゾーマとなっております。ということで、じゃあもうサクサクいっちゃいましょうかね。あ、ごめんごめん、パーティー誘った、誘って、はい、あ、誘っ、あ、ごめんなさい、そうそう、もう一回、もう一回ね、そうそうそう、さっき時間切れ、はい、ちょっとね、頑張りたいと思います。やっぱりドラクエ好きがずっと実装してほしいって、夏祭りなんかのリアルでもね、はい、かなり意見ありましたからね。違うんですよ、もうすでにました、ね、情報コーナー、本当はね、闇ゾーマやりたかったんだけど情報コーナーが10分押したんで普通のゾーマに行きます。ごめんなさい。はい、そうなんです。まあなんか光のね、を使うとみたいな、いろいろあるんですけど、強い版で戦って倒してる方もいっぱいいらっしゃるみたいでね。はい、ということでここでちょっとアンケート、皆さんご協力ください。はい、私たちはゾーマ倒せるでしょうか。はい、アンケートやべえ、総量に、はい、闇のゾーマに勝てると思う、1位闇ゾーマではないです。闇ゾーマじゃないです、はい、やったー、俺総量じゃない、総量やだな、やっぱりどう、やったリッキー総量、そうなんだよ、リッキー総量だよ、リッコが戦士で、リュウシちゃんが賢者か、
私が勇者です。須崎さんが勇者ですね。はい、ゲーム画面来てもらってもいつでも大丈夫ですよ。もうはい、ということで皆さんアンケート結果見ましょうか。アンケート結果こちらです。どんな感じかな。はい、お勝てるか 74.3% ありがとうございますとなっております。じゃあゲーム画面の方出ますかね。パパッとちょっとこうざっくりね。こちら職業がランダムなんですよね。で昨日のリハーサルでは結構いい組み合わせだったんですけど、あ、リッキーの画面になっちゃってるかな。そうだもんね。あ、そうなの。私の画面そうだね出るかな。今もリッキーは多分あのマップの先に入ろうとしてるの、はい、こんな感じでルイダの酒場でルイダさんもいますし、こうやってねいろんな方いらっしゃいましてね、こんな感じで挑みに行きたいと思います。ちらっと映ったけどルイダすごいいい出来ですよね、はい、でこんな感じでマップもマップがねこいつ、はい、ルイの、ね、マップになってたよね、はい、ということでじゃあ参りましょう。旅立ちます。やっぱゾーマ戦はすぐ始めた方でも楽しめるようにそうはい、なってるんですよね。レベルを関係なくみんなで遊べるコンテンツですね、はい、すぐ始めた方も一緒にできるっていうね、はい、いやちょっとドキドキでございます。いやマップだけじゃなくていろんな細部にまでこだわりがありますよね。そうですね、はい、うん、先ほどのルイーダもそうですし、はい、もう本当にいろいろ細かいところこだわって作ってますんで、ぜひあの隅々まで見ていただけると嬉しいかなというふうに思います、うん。まあ、ダメージとかもね、なるべくあの3の頃に近づけるような感じでリッキーが調整していますんで、はい、あ、この光の玉を授けましょう。闇の衣を剥ぎ取る力が込められています。ゾーマとの結束いらないだろ、光の玉受け取りますか。いらないいらないえ、いや時間ない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 、びっくりした。まあ、細かいところはね、実際に遊んでみて、はい、プレイしていただけるといいかなと思いますので、今日はちょっとショートカットしていきたいと思います。はい、これショートカットあるんですよね。そうなんですよ。だから繰り返し遊びたい人はね、ここからも遊べるので、はい、この入ってジャンプしてすぐ後ろの扉にアクセスしますとショートカットになりますので、途中の宝箱もね、ちゃんともらえますから、そこは安心してください。うん、はい、目の前にいる。私もこれ知らなかった。案外知られてないんですよね、これね。はい。このゾーマがちょっと右にいるっていうのもマップ見せたけど、マップの通りの再現なんですよね。ちょっとずれてるんですよね。はい、じゃあ挑んでいきましょう。でもなんかもっと勝てるが 90% 以上かと思ったら意外と俺たち信頼ないんだよ。ちょっと俺がそうよ引いたのがでかいんじゃない。そう、ずれてるのは当時の再現でわざとずれてるっていう、ね、はい、不具合ではございません。さあ今こそ光の玉を使うのです。ピクこのエフェクトもなんか本当に、ね、懐かしい感じだよね。頑張ってる頑張ってる。すべて知っていたとは。もがき苦しむがいい。やぼこちら本当はドラゴンクエスト10始めていただければすぐ遊べますんで、俺でもあれなんだよね、今まで勇者と賢者しかやったことないんだけど、戦士大丈夫なの。戦士いっぱいやることあるんだろ。ねえちょっと、はい、戦士はチャージタックじゃないか。あ、マヒャド、マヒャド来た、マヒャド、はい、逃げても通れ。マヒャド系がゾーマ様はさすがで全体攻撃なんですよね。ゾーマの方はですね、あの範囲攻撃がどれも非常に強力なので、何してくるかをよく見て無駄に当たらないように頑張ってください。刃入んねんか。ギガベインが勇者は使えるのがいいですね。お、回心来た。いいよ、まあ、いいダメージ出ますんでね。チャージが溜まったらすぐギガベインって感じで活目線やめて、やめて、やめて。おー、ナイス。イエーイ、いいダメージ、いい仕事するわ。そう、レンダー南のスライルから行けますので皆さんぜひ行ってみてください。 これ直線直線。あ、ごめん広い。剣の石、刃入った。やばい、ちょっと剣、あ、ありがとう。あー、4スピン入っちゃった。みゆきさんを守るんだ。いや、この音楽もね、音楽最高ですね。いいですよね、はい、めちゃくちゃいいですよね。これやるために何回もやりますね、これ聞くために。かっこいい。あー、栄翔長えな。いやありがとう。ゾーマ様がこんなに目の前に来てくれる時が来てくださる、そういうこと。ありがとうございますみたいな。
けど、これはみんなで食らうやつだっけ。みんなで食らうやつだっけ。みんなで食らうみんなで食らうやつだっけ。あ、はい、いかせん。今の技は範囲内にいる敵全員に対して当たるので、なるべく多くで受けた方が誰かが死んじゃわない感じになりますね。前一人とかで受けちゃうと結構やばいの、はい、あー、リュウキョン地球なんで、この、あー、波動やだ、あー、波動、俺だ、俺だ、俺、よし、あ、よ、あ、違う、避けれた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 。ゾウマ様やっぱかっこいいですよね。こんな風にゾウマ様歩くんだみたいなね。バギクロス打ちたい。おいい、しかもあのちょうどいい、あの何、強さというか、あ、これは離れるやつだ、これ離れるやつ、やばい、間に合わない、間に合わない、間に合わない、怖い、あ、間に合った、オッケーオッケー、怖い、あー、ルッキー、ちょっとあのショック入れておきます、あざます、健全の維新、はい、チャージタック、すごい、リッキーが痙攣してる、お、助かった、みんなの愛で助かった、やばい、リッキー死なないで、なかなか色変わらんな、変わらないですね、強いよ、時間もギリギリだから頑張って、はい、時間がマジでやばい、はい、リュウキちゃんもあれだぜ、メラゾーマー、あ、黄色になった、あ、黄色になった、黄色になった、大丈夫大丈夫、まだ間に合う、あ、これはこれはマジで一角線、あ、やばいやばい、一角線だった、いやー、ここだみんな、これこれやばい、俺だ、ゾーマだよ、あ、やばい、くる、あ、やばいやばい、あ、まだまだ間に合って、蘇生します、はい、ありがとう、 OK、 リュウキちゃんいいぞ、紅葉は離れるやつね、紅葉は、俺まだ回復したばっかだから、ちょっと離れて、はい、音楽がやばい、本当に鳥肌つい聞いちゃいますよね、やってる時もね、ついつい耳を傾けてしまう、ゾウマ様のお顔が、マイキもらえたら嬉しいな、あ、はい、音色、やっぱなんかこのネックレスとかすごいおしゃれだなとか、ちょっといろいろ見ちゃいますよね、リアルで、なんかかっこいい、すべてが新刃が入ってますね、あ、切れちゃった、切れてないか、ギガデイン、リッキーリマヒャド、そう、ゾウマ戦の前には三悪魔と戦えたりとか、いろいろ細かくね、あるんで、本当にやったことない方はぜひそこからね、やっていただけたら、あ、やばいやばいやばい、俺も受ける受ける、ほっ、交換を変えると僧侶の格好すごいな、あー、抜けちゃった、大丈夫大丈夫、もうそろそろ赤くなるんじゃない、うん、もうちょっとかな、あー、滅びのやつは赤くなった、これは前方直線、あ、なんで当たるの、なんで当たるの、あー、これはやばいやばいやばい、これやばいよ、あ、逃げて逃げて、よし、私と一緒に死にましょう、耐えた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 、あ、ほやほやほや、いやー、耐えたー、これ、終わったと思ったら、はい、赤くなった、あと少し、頑張って、やめてー、あ、いやー、ごめん、ギガデン、もう押し切ろう、早く行き、俺とどめそういうことじゃない、とどめじゃない、そういうことじゃない、いや、 MP ちょっと配った方が良くない、あと少し、もうちょいだって、いけるいける、押し切ろ、いやいやいや、デインはデイン、またベルス来るよ、やばい、ちょっと MP もちょっと安心、ゲイン撃っちゃったばっかりで、まだまだ大丈夫、おー、下がった、いいよ、さあ、とどめは私がもらうぞ、ゲインでいける、俺がとどめだ、とどめさせたい、私だ、とどめさせたい、私勇者だもん、とどめさせたい、はい、あと少し、私勇者だもん、撃てない、リュウキちゃんすごい冷静、撃てない、ちょっと、あ、ほら来た、やばい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 、間違えた、聖水、あれ、ちょっと、大丈夫、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、私が全員でとどめを、いや、俺撃てるー、これでよっしゃ、俺が、あ、これで、やったー、全員で締めた、全員で締めた、ありがとうございます、刃砕きで締めようと思ったのに、バギクロスで締めようと思ったのに、はい、ということで、危なかったね、でもね、優越で、危なかったですよ
はい、ということで見事バトルチャレンジゾーマン勝利です。やりました。時間も本当あと残り20秒出てもらったね。はい、やばいでございましたが、はい、ということで見事勝利できました。この後も素敵な風景なんかもあったりするので皆さんぜひ挑んでいただけたらと思います。はい、そうですね。はい、以上バトルチャレンジでした。さあということで、じゃあね、もうエニグということでお知らせ参りますか。はい、はい、お知らせまずこちらです。はい、なんと、こちらですね、ドラゴンクエスト展が福岡に現れたということで、つくも福岡展スペシャルイベント2開催決定となっております。はい、11月18日土曜日15時から福岡市内で開催いたします。 MC はメアリちゃん、そしてゲストはユージとリーナ、またヨースピと安西先生も出演されるそうですよ。はい、ますよ。これで次、11月の何日ですか。18日です。はい、もう言ったんで、はい、はい、皆さんこれぜひぜひ来てください。そして希望の方は9月23日から応募開始になりますので、詳しくはこちらの URL の方から、確認ください。はい、お願いします。豪華ゲストですよ、ユージとリーナちゃん。はい、初心者ダイスの面々が来てくれます。はい、まあ他にもドラゴンクエスト10、オールインワンパッケージとか、無料体験版もありますので、皆さんぜひそちらの方で遊んでいただけたらと思います。はい、じゃあここで皆さんに今日の感想を伺いたいと思います。はい、じゃあまずはりゆきちゃんから。はい、私はドラクエ一番最初にやったのが3だったので、このゾーマ戦すごく思い入れがあってすごい楽しめました。あと今日のこの情報とかも聞いて、新バージョンもますます楽しみになりました。ありがとうございました。はい、りゆきちゃんありがとうございました。さあ、そして安西先生。はい、今日もね、天気があんまり良くないところ、こんなにたくさん来ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。明日はね、もっともっと、新バージョンについてお話したいと思いますので、できたら明日も来ていただけるか、ニコ生で見ていただけると非常にありがたいと思います。よろしくお願いします。はい、安田先生ありがとうございました。そしてリッキー。あ、はい、会場の皆さん本当にありがとうございました。放送を見ていただけても本当にありがとうございました。先ほどお伝えした通り、まあ、あと限られたコンテンツではあるんですけど、もうちょっとだけ頑張りますので、ご支援の方していただければ ありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。そしてヨースピー。はい、まあ、45分しか今日ステージの時間がなくて、まあ、本当駆け足な部分はあったんですけれども、こんなに緊張する安西さんが見れるのは初めのうちだけだと思いますので、ぜひですね、明日もご覧いただきたいなと思うのと、今日ね、ロッキーのメンバーが1人かなと思ったら、なんかもう一人いるっぽいので。嘘でしょ。え、ロッキーもう一人いるの。え、海のタンいるの。あみんな遊びに来たからね、せっかくだからね。プライベートで来てるて、ね、プライベートで来てますからね。あ、かわいい。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、あやなちゃんはどうですか今日は。いやでもね、ちょっとこうゲームショーって、ま、独特の雰囲気がねあるんですけど、その中でも皆さんとこう一緒に一体感で楽しめたのはね、ゾーマをゲームショーで見せれたっていうのはすごいなんかちょっとね、はい、感動ですよね。まあ、ゾーマ戦はねレベル関係なく本当に始めたばかりの人も、もしくはねゾーマと戦えるんだったら手遊んでもらいたい、はい、みたいなって方にもぜひ遊んでもらいたいので。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで東京ゲームショーといえば定番のプレゼントの呪文が今日ありますので、そちらを、今からご覧いただきます。こちらです。秋の福引き祭り、こちらは福引き券30枚お渡ししますので、ぜひ引いてください。皆さんぜひゲットしてください。はい、ということで本日最後までご覧いただきありがとうございました。この後は14時50分から、2018年1月11日木曜日に発売するディシディアファイナルファンタジー NT の最新情報や、実機プレイをプロデューサー&ディレクターがスペシャルゲストとともにお届けするスペシャルステージをお届けします。ということで東京ゲームショースクエアニックスブース、皆さんまだまだ楽しんでいってください。明日はですね11時35分からドラゴンクエスト 10TV の視聴版スペシャル2、やりますので、皆さんそちらの方も見てください。まあ、ちょっと早い時間ですけど、はい、明日は堀井さんとぬのちゃんがここに遊びに来てくれますので、はい、そちらも楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで皆さん、また明日お会いしましょう。さようなら。さようなら。ありがとう。